高齢ドライバーによる交通事故の増加を受け、丹波市で高齢者大学の受講生を対象に車の資格を体験する講習会が開かれました。丹波 OB 大学で開かれたこの講習会は、高齢者に交通安全意識を高めてもらおうと、兵庫県が日本自動車連盟 JAF などとともに実施したもので、およそ100人が参加しました。今年5月に改正道路交通法が施行され、運転免許更新の際、過去3年間に信号無視など一定の違反歴がある75歳以上の高齢者は、運転技能検査が義務化されるなど対策が強化されています。参加者は実際に運転席に座り、ドライバーからは見えない視覚を確認していました。あまりにもね、視覚が多すぎてびっくりしました。全然見えてないね。で、視覚の怖さいうのもなんか分かったように思います。分からないことが要素ありましたね。だからやっぱり目で見ることの大切さを体験しました。 JAF は事故防止のため、運転時必ず首を少し振って目で安全を確認するよう呼びかけています。